柳谷尾里は柳派に属する落語家の名跡。東大は特に台数を振っていないが、八代目朝、寝坊村、区が柳谷尾里と名乗っている時期があるため、東大は二代目となる。柳谷尾里園1月22日体は東京浅草出身の落語家。落語協会所属。本名、安田正幸。出林は春雨。門は県辺久江。 血液型は A 型。東京都立江北高等学校卒業。高校時代は落語研究会で活躍する他体操部にも所属。高校3年の時、高校総体に出場。タンブリングという種目で金メダルを取った。高校卒業後、大学受験にチャレンジするも失敗。1969年1月10日に5代目、柳谷子さんの門を叩き。 内弟子として、目白の師匠の家に、住み込みで修行に励む。内弟子として、共に修行した、兄弟弟子には、柳屋小太郎、柳屋小吉、柳屋昭治さんがいる。1974年に煮詰め、昇進、小里に改名。1983年9月に、長家老花町、林屋玄平、林屋正弱と共に、新内昇進。趣味は、相撲観戦。 相撲の形態模写も得意。浅草園芸ホールで毎年行われている、吉礼農業住吉踊りでトンボを切るなど、抜群の運動神経の持ち主である。渋谷落語の楽屋で初めて、タピオカミルクティーを飲んだ。ありがとうございます。